株式会社北越銀行は新潟県長岡市に本店を置いていた地方銀行である。愛称は北銀。新潟県を中心に店舗を展開し、業務を行っている。長岡市の指定金融機関となっている。県外には群馬県と埼玉県にそれぞれ2店舗、東京都に1店舗を開設。2014年10月6日。 新型東支店等を統合し、新築した建物で、南新潟支店の業務を開始した。本部組織及びグループ会社の一部も新店舗に駐在させ、駅南地区の中核店舗にするとしている。また、2019年3月31日までは、セブンイレブンの設置するセブン銀行と業務提携し、通年で ATM での預金の出し入れが、 手数料無料となっていたが、第4銀行との統合に伴い無料サービスを終了している。統合の前身は、国立銀行の第69国立銀行であるが、69銀行を設立するにあたり、財界人の渋沢栄一が携わった縁から、本店会議室内には渋沢が記した、徳はこならず必ずとなりありという書が飾られている。所在地の新潟県は、 北陸地方に分類されることがあるが、同じ北陸地方には、北銀と称する銀行が、東港の他に2行存在する。富山県富山市に本店を置く、北陸銀行と石川県金沢市に本店を置く、北国銀行であるが、前者はかつて、北越銀行と同じくカタカナで表記していたが、同行との混同を避けるためひらがな表記の、北銀としている。一方、 公社においては、北銀の愛称で使用されることはない。2017年4月5日、翌年4月を目途に、新潟市内に本店を置く第4銀行と経営統合し、金融持ち株会社である第4北越フィナンシャルグループを設立。さらに2020年4月以降に参加に入った両校が合併し、その他参加に入った子会社についても最適化を図ると発表した。 この件に関しては、地元紙である、新潟日報が号外を出すなど話題をさらった。しかし、両校の新潟県内での貸し出しシェアは、単純に合計すると50%を上回ることから、厚生取引委員会による企業結合審査の長期化を理由に挙げ、2017年10月27日、両校は、金融持ち株会社の設立を2018年10月に、 半年間先延ばしすると発表した。その後、同年12月15日に、コートリーが経営統合に関して排除措置命令を行わない旨の通知書を両校に通知し、審査が終了した。これを受け、両校は統合協議を本格化させ、2018年5月までの最終合意を目指すとしている。また今回の審査終了によるスケジュール変更はないとしている。 ありがとうございます。